なんかこう相手をじっくりと見たこの人いいなって分かり合える機会とか時間というのが なかなかないように。出会いがということですよね、はい、その上面の出会いはあっても、はい、本当にまあ同じサークルで、例えば山岳部やったと、はい、毎年山に行ってる、その時に激しいクラブや、例えばって出してくるのものすごい激しいクラブやもんね。まあよろしいけど、山岳部、ね、ピケル、はい、で持って、ね、で男5、女4ぐらいで山に行った、はい、そしたら天候が悪くなった、はい、ちょっと2人が山菜取りに行ってる間に吹雪になった、はい、しゃあない山の天気はすぐ変わる、はいはい、そしたらどうしよう言うて、うん、自分のコートを脱いで、はい、女の子にかけてあげる、こっちやでこっちやで言った時にパッと自然と手がつなぐ、うん、そしたらどこやどこや言った時に、うん、ほら穴あるから、うん、でここで休んでいこうかなって、はい、火を焚く、はい、火焚けるの、はい、できんの、何もなしからできる、登る前に何とか頑張って練習しておきます。そうだね、まあまあね、火焚いて、はいはいはい、そこでこの、あこの人はいい人やなとか守ってあげたいなみたいなことがあって、まさにそういうのあればね、いいんですけど、ね、憧れるんですよ。いや、僕ちょうど防寒で小さな毛布だけで持ってきたんだよって言ったホラー穴で会った時に、あちょうだいってむしり取るかもわかんないんだよ。山賊ですよ。そんなことあれ、自分助かりたい、自分寒いから、そういうのがね、まあ、陸地ではわからなかったことが山の上ではパッと出ることがあると、あ、本性が現れるんですね。本性を見えるようなシチュエーションにあなたちょっと持っていった方がいいと思いますよ、はい、ほんまに綺麗に化粧して綺麗な服を着てバッチリで、うん、着てるとこしかあなた見てないもん、はい、そればっかりよ、うん、それで燃えるような恋、僕も助けてあげたいって言うてんね、はい、おかしくて仕方がないわ、情けなくて、はい、なんかその人の本音、本性が見えるような場所、うん、時間一緒に過ごせたらなと思うんですけど、やっぱり今小籔さんいいことをしましたね、はい、やっぱり登山がいいんじゃないでしょうか、ね、彼女とできた時にはもうハイヒール履いてきた、それ脱げと、もうそのハイヒール登山の話したら行こうと言ってもうその時点でもうダメ。そうですね、毎年はもうチーンと、はい、その合コン飲み会で1回2回お食事行ったこと、あの冬山に山菜取りに行こうってなかなか言えないでしょ。言うんだよ。言うんですか。いや別に冬山の山菜ってないわけわからんけど、そんな激しくなくったって、はい、まあ、小さな山から始めたらどうですか、はい、登山行って、はあ、そういう時に例えばその、はい、かわいい山高に咲いてるような花を見つけた時の反応とかね、はい、その小さな何もないような花を見つけて可愛らしいって言えるような人だったらいいなと思います。そうですよ、そんな自然やもんな、はい、それをもう踏み倒して上がっていくっていうような女やったらと思った、はい、それは困りますね。そしてまた、はい、まあ、その登山コースですから、降りてくるおじいさんおばあさん、はい、その人たちへの対応、はい、だからおじいさんおばあさん歩いてきたなと思ったら自分さっと下がらないとダメですよ、はい、ちょっと引きでおじいさんおばあさんと女の人、はい、それをどう取るのか、どう対応するか見るためにちょっと、はい、肌さ行くと、そしてとこうね、はい、避けて、こんにちは、うん、挨拶もちゃんとして、こんにちは、言ったらもういいですね、もうバッチリです、ね、まあまあ80点かそれでも、はい、うん、そうですね、あ登山っていろんな要素が含まれてて、いいと思います。合コンとか、はい、カラオケとか、一つも、もう見えない、ね、確かに山いいかもしれないですね、こう山いいです、動きやすい格好をするってことで無理に着飾れない分、うん、その人の素が見えるかもしれないです、ね、そうです、もう化粧だって薄化粧やないと、はい、バッチリ化粧おかしいやろ、はい、汗かいたらもうくしゃくしゃの顔になる、ね、だからその時のナチュラルメイク、はい、そういいと思います、はい、登山だね、登山いいですね、あなたできんの、まずいや全くしたきゃいけないんですけど、あかんわ、ハンゴー、ハンゴーとか持っててね、ハンゴー、ハンゴーありましたね、ハンゴーって炊くんですか、そうです、それをこう見てね、はい、まあまあ米はこっちが炊きましょう、男がね、はい、だけど炊いて、はい、ほんでまあ野菜持ってってカレーかな、うん、そうですね、カレーでさ、そうカレーは作ってもらいましょうよ、そ, れいいですね、そういうもののない道具のないところでいかにカレーを作り上げるかっていうところ、はい、実力を見ますよ、そうですね、大事ですね、そんなんはだからこっちも早いこと火起こして、はい、早いことこうね水で洗って、はい、で手入れて、はい、ここぐらい投げて水手首つかるぐらい、そんなんよろしいやけど手つかるこの辺まで、やりましたよ、それはちょっと姑めやないけど、自分でパッと先やって、はい、これでずっと時間かかってたらその間の女の子見れないですから、なるほど、早いこと半合をパッとセットして、はい、じゃがいも向いてるところちょっと引きで見るわけです、引きつきですね、透明に見ると、はい、
人間は冷静になりますからね、はいはいはい、だから友達同士の女の子でちゃんと役割分担やってるか、はい、自分を楽して周りにさせてるか、うん、とか、汚いところに置いたやつ、うん、私食べへんまいとそのままポンって入れたりとかしてへんかとか、なるほど、ちゃんとチェックしとくわけですね。じゃがいもの芽のとこあるでしょ、はい、あれきっちりとんこんにしてくださいね。あそこ割れたらの毒持ってたりするね。毒ありますからね、はい、あら